宮山駅は神奈川県高座郡寒川町宮山にある東日本旅客鉄道相模線の駅である。相模国和幸宮である寒川神社の最寄り駅である。橋本方からホームを望む単式ホーム一面一線の地上駅。ホームから階段を降りたところに木造の駅舎が置かれている。駅舎には自動券売機が一台設置されている。 2014年12月26日まで営業していた出殺窓口では長距離乗車券なども発売していた2016年2月21日より茅ヶ崎駅の遠隔管理の下で無人化された無人化前は茅ヶ崎駅が管理する業務委託駅であった簡易水化改札機が設置されているまた当駅は相模国和幸宮である 寒川神社の最寄り駅であるため、初詣シーズンには貸し出しプレハブの臨時出札窓口が駅の周りに複数設置され、駅員が多数派遣されている。2014年度の1日平均乗車人員は2210人である。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。寒川神社神奈川県水道記念館火星工業、本社相模国和幸宮である。 寒川神社の最寄り駅であり、年始は参拝客で大変混雑するため、駅周辺道路は交通規制が敷かれる。寒川神社は、日本総国風土器によると、5世紀頃の有略天皇の時代に、朝廷より平白を奉納された、相模国随一の古社であり、愛部国像の氏神とされる。また、平安時代に選定された、縁起式神明朝にある、 名神大社に列せられた相模国内唯一の神社でもある。あずま鏡によると、鎌倉時代には、源の頼朝の妻、北条政子の安産祈願が行われ、また社殿によると、戦国時代には、武田信玄が、商船祈願に、自身の兜を奉納する、等、歴史上の人物との関係も深い。江戸時代には、イギリスのノーベル賞受賞者が発表した、 そぎの六級連鎖に相当する内容の山岳が100年以上前に奉納されたことでも有名。明治時代には国兵駐車に列せられた。近代以降は参拝者の増加が著しく、特に八宝所の守護神として名高い。近年は著名人の参拝も多く見られ、特に佐藤栄作首相や俳優の高倉健が数形者であったことで知られる。境内には 世界的な日本庭園デザイナーとして知られる、相当修僧侶の増野俊明によって設計された、神学山の神園がある。駅周辺は、基本的に住宅街であり、寒川町の特産品であるリエニア、神奈川県の特産品でもあり、県内でも、有数の生産量を誇るスイートピー等の、柿栽培用のビニールハウスが点在する。 また、相模川と目くじり川の二つの河川が流れており、日本で初めて県営による広域水道を実現した、寒川浄水場や浄水場の急送水ポンプ所を改装して作られた、神奈川県水道記念館等の県の関連施設が多くある。寒川取水石からは、寒川浄水場のみならず、横浜市と近くにある小柄浄水場にも送水され、 横浜市と横須賀市の水道水も供給されている。現在、神奈川県水道記念館として使われている、寒川上水場の急送水ポンプ所は、厚生省が企画した近代水道100選に選定されており、神奈川県庁本庁舎等で使用されている、スクラッチタイル狩りの外壁で、昭和初期の官庁建築の特徴が保たれている。このほか 駅の北方には、県王道の寒川北 IC があり、東証一部上場企業である、火星工業の本社やダンボール製造大手の連合の事業所がある。ありがとうございます。